おい、ちょっと待ってくれよ。すげえ青鬼に追われてるんだけど、どうしよう。てか、なんでマイクラに青鬼いるんだよ。おかしいだろ、これ。ちょっと待って、どうやって巻こうかな、青鬼。あ、待って、こんな中に6個がある。でもさ、さすがにさ、青鬼とはいえ、こんな目の前でロッカーの中に隠れたら、絶対バレるでしょ、これ。どうしよう。ちょっと待って。あ、バレないんだ。バカ。あんなに大きい目してんのに。で、なんなら俺、体出てるし。はい、どうも、こんにちは。青鬼です。どうも、こんにちは。ピクトです。なしにしよう、これは。まあ、ということで、今回久しぶりにモッド紹介をやっていこうかなって思うんですけど、今回紹介するモッドはホラーモッドというモッドで、このマイクラの世界に、青鬼と、ふわっぴーと、あと、恐怖の森の、よしえをね、追加するモッドになっております。いや、なんか最近ね、なんか久しぶりにモッド紹介とかしたいなと思って、面白そうなモッド探してたら見つけたんですよねってことで、このモッドを導入すると、普通に、夜になったら、ゾンビとかみたいな感じで、青鬼、ふわっぴー、よしえがね、出てきます。ガチで怖い。まあ、ということなんで、一体ずつね、紹介していこうかなと思います。まず、普通の青鬼をね、召喚していこうかなと思います。まあ、こんな感じで、青鬼が近づいてくると、この、青鬼特有のね、この BGM が流れるんで、もういつね、青鬼がいるか分かりやすいっていうね。しかもこいつ、ノックバック効かないな。普通に強ければ、ちょっと待って、やだ。やだ、やめて。青鬼、待って、鉄の剣でどれぐらい倒せ、痛すぎ。普通に強っ。今普通にさ、鉄の剣で倒せるかなと思って、ちょっと青鬼と戦ってたんですけど、全然死ななくね、こいつ。体力めっちゃ多くない？もう一回改めて戦ってみるわ。で、厄介なのが、こいつ、ノックバックしないわ。ゾンビとかスケルトンとかクリーパーよりも、全然戦いづらい。青鬼強っ。ちょっと待って。青鬼、はい。うわ、なんだこいつ。なんだか、ちょっと待って。死なん、マジで。マジで死なん。オッケー。はあ、強っ。ちなみに青鬼なんですけど、ここはロッカーも追加されてるんですけど、ロッカーに入ると、まあ、一定の確率で、バレないみたいな感じなんですね。結構ね、ランダム要素があるっぽくて、まあ、だから、こう、青鬼がいる場合、こう、入るじゃないですか、ロッカーに。だから、BGM が鳴りっぱなしだとバレてるんだけど、こんな感じで、まあ、バレない時もあれば、バレる時もあるみたいな、そういう感じっぽいですね。で、まあ、入る時は右クリックで、出る時は普通にこうやって出れば、まあ、出れますね。で、これで、多分、あ、意外とロッカーなんか結構有能かもしんないな。で、この近距離でバレないってどういうこと？すごいな、これ。あ、待って。あ、怖い。ちょっと待って。これ逃げれないパターンをやってみるよ。あ、こんな感じで普通に投げられるっていうね。で、次にもう一個青鬼がいるんですけど、この青鬼結構特殊で、この青鬼をね、こう水の中に入れると、なんとですね、携帯がね、変わるんですよね。ちょっと待って、いけるかな？いけるかな？待って。一旦自分で潜ってみる。で、青鬼変わるかな？水の中に入ると青鬼から逃げれるかなって思ったけど、すごい気持ち悪い。気持ち悪すぎ。こんな感じで、青鬼魚っていうのかな、魚青鬼になって、水の中でも追ってきます。で、またこうやって地上に戻ってくると、普通の青鬼戻ってくるっていうね、水陸両用、マジで。水陸両用、もう滑舌悪くて両用が言えないんですけど、水陸両用青鬼になって、まあ、こんな感じで、キモい青鬼になって襲ってきます。待って、キモい、普通に。シンプルにキモい。まあ、なんか基本的には、青鬼っていうのは変わってないんで、まあ、体力とか、まあ、能力的なものは、まあ、多分変わってないとは思いますね。で、この青鬼を倒すと、なんか一定の確率で、あ、出てきた。なんか本体がプカーって浮くのすごいなんかシュールだな、これ。こんな感じで、青鬼のフィギュアが手に入ります。こっちみんな。で、あともう一個ドロップ品があって、青鬼のフィギュア以外にも、青鬼のね、この顔面、あ、ちょうど出た。顔面もね、落としてくれるんですよね。これも多分、あ、すっごい近くになった。なんかすごい距離詰められてるかってやだわ、これ。気持ち悪い。なんか装備する方法がなんか右クリックっぽくて、これ右クリックすると、あ、こんな感じで。ぶっさ。あ、なんかちょっと等身高くなったからさ、なんか青鬼もイケメンになったんじゃない？ちょっとごめん。なんか無理して褒めようとした、今。で、青鬼のフィギュアはこんな感じで置くことができますね。嫌だな、これ。じゃ、次はふわっぴーなんですけど、まあ、ふわっぴーはこんな感じで、まあ、原作通りですね。あ、見た目結構さ、なんか普通にさ、ふわっぴーもさ、青鬼もさ、結構クオリティ高いよね。これすごいと思う、マジで。制作者様が本当にすごいと思うんで、これふわっぴー原作通り、これ、一直線にこう立ってると、めちゃくちゃ高速で、びっくりした。え？なんか襲ってくるかなと思ったけど、何その横歩き。カニ、どこ行くの？
どこ行くの、なんか制御効かなくなってんだけど、こいつ全然襲ってこない。こいつあれなんかさ、俺んとこにさめっちゃ来るかなと思ったんだけどさ、いやキャ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 こんな感じで、あの高速で襲ってくるんで、もうめちゃくちゃ怖いっていうね。これも青鬼とかと一緒で、あの普通にスポーンするんでめちゃくちゃ危ないんだよね。てかふわっていってさ、これ何者なんこれ。昔からさ結構青鬼とか僕普通にやったことあるけどさ、え、こうフワッティの正体全然わかんないんだけど、青鬼もよくわかんねえか青鬼もよくわかんねえわ。いやー、まあ、こいつも青鬼同様ノックバックしないっぽいっすね。これさ、青鬼の顔つけてたらさ、なんかワンチャンこれ敵から逃れられるみたいな、なさそうですね、これは。で、まあフワッティもこんな感じで一定の確率で、まあ青鬼と同様ね、あのフィギュアとか顔は落ちんのかな、フワッティは。ふわ、あったわ、フワッティの顔。フワッティもどうやらなんかね顔落ちるっぽいね。でフィギュアがこんな感じに、置け、あ、これ顔か。まあフィギュアがこんな感じで置けて、顔面はまあこんな感じ。うわ、グロ、普通にグロ。で、もう一体フワッティが追加されてるんですけど、それがですね、このね、まあ、これクリエイティブ限定なんですけど、ペットフワッティって言って、これリンゴを与えてくださいって書いてあるんですけど、リンゴをあげるとですね、なんと、フワッティが、こんな感じで永遠の親友となるだろうってなって仲間になるんですよね。これすごくない？なんか狼みたいな感じでなんかどうやらついてくるっぽいんですよね、こう歩いてると。え、これさ今仲間になってるからさ、これフワッティ同士で戦ってくんないのかな。すげえ、どっか行く。試しにちょっとさ青鬼と戦わせてみるか。青鬼行け、戦ってくれる。待って、こんな痛い、ちょ、いった、ちょ、普通に青鬼が強い。フワッティ助けて、ちょっとフワッティ、フワッティ、あいつどこ行くの、ちょっと待って、あいつ待って、もしかしたらこのフワッティ意外と焼き立たずかもしれんな、これ。ちょっと待って、助けて、フワッティ。え、俺青鬼よりさフワッティのが強いと思ってるんだけどさ、フワッティが全然戦ってくれないんだけど、嘘でしょ。で最後にヨシエをね召喚しようかなと思います。怖っ。うわ、ちゃんと BGM も恐怖の森になってる。まあ、これも青鬼と同じで、なんか近づいたら恐怖の森の BGM が流れてきて、めちゃくちゃ追ってきてくれるんですよね、これ。追ってきてくれるって言い方おかしいな、追ってくるんですよね。え、ヨシエも結構強そう、強くないこれ。うわ、すごいペラペラ。え、ジャンプ力高、こいつ。え、待って、なにこれ急になんか。え、強。え、待って、あのヨシエやばくない？俺まださ、BGM 鳴ってないから見つかってないと思ってるんだけどさ、若干俺んとこ来ようとしてない？何あのペラペラ、すごいな。泳げるんだ。え、待って、気持ち悪い。え、あ、死んだヨシエもしかして。え、いや、ははは。ヨシエな、ヨシエ水の中弱い説あるな、これ。なんかヨシエの顔面が浮いてるんだけど、あ、ヨシエも顔取れるっぽいね。こっち見んな。あ、すげえ。あ、ヨシエも装備できます。基本的にさ、青鬼とヨシエさめちゃくちゃ強いんだけど、当たり判定謎だな。あ、でもこいつはノックバック、あ、ノックバックちょっとするっぽいな。攻撃したらなんか後ろに下がってくれるわ。なるほどなるほど、瞬間移動するっぽいね。なんかあの後ろに下がったり、木の、うわ待って、背後に回ってきた今。え、待って、青鬼より厄介かもしんない、これ。青鬼より厄介かもしんない、後ろに。あ、でも体力は青鬼よりは少ないのかもしれない。で、トリッキーな動きしてくんね、ヨシエ結構。あ、なんかクリエイティブでもわかるけど、ヨシエなんか攻撃するとなんか前に来たり後ろに行ったりで、青鬼とかよりだいぶ戦いづらいかもしんない、これは。で、まあドロップ品はなんかヨシエのこの顔面だけっぽいっすね。何これ、え、何これ、え、ちょっと待って、クリエイティブモードでさヨシエって検索しても出てこなかったんだけど。え、ちょっと待って、やばっ。え、待って、俺シークレットアイテムゲットしちゃったんだけど、やったー。え、めちゃくちゃ嬉しい。装備できねえ、すごい、シークレットアイテム手に入れた、やった、超嬉しい。いらないです